大目線の2番機を行けて実は定休があったんです。皆さんこんにちは、シオドピーはじめです。今回は意外と知らないかもしれない八高線の立川直通の運用について紹介していきましょう。このチャンネルではこれまでなんと150本以上も鉄道に関するお話を毎日投稿しています。これからも毎日投稿していきますので、ぜひこの動画を最後に、ね、興味があったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。というわけで今回の話ですが、びっくりするかもしれない大目線の八高線直通運用です。まあこの運用自体今でも残ってますけれどもね、今回紹介するのはいわゆる東京発武蔵塚市駒川駅とかそういう系統の運用ではなく、どちらかというと八高線のあの4両編成の運用です。意外かもしれませんが、数年からですけれどもね、八高線の電車がなんと大目線に直通運転するという運用がマジでありました。今回はその運用について、なんでできたのか、そしてなんで消えたのかについて紹介していきます。というわけでお話を始めていきましょうか。ではそもそも論として、なんで話は過去であれど大目線と八高線直通運用が始まったのか、このことについて紹介していきましょう。もともと八高線というのは直通運用が始まる前、1996年前ですね。その前っていうのは非電化でした。中学生とか高校生の方が聞いたらもしかしたら意外と思うかもしれませんよね。一応首都圏で一番最後らへんまで残っていた非電化路線でしたが、そればっかりか東京都内を機動車のディーゼル化が走っている時点で結構すごいですけどもね。まあそういう感じで結構なんか突っ込みどころ満載の路線でしたが、1996年に念願の電化を達成。そしてそれと同時に、今回紹介するこの八高線と大目線直通運転も始まりました。ちなみにそれに合わせて、なんと、中央線の2番1系が東京駅まで直通したら、逆に東京駅から八高線に入ってくる運用も誕生しました。一応こういった運用の理由としては、やっぱり、東京方面まで向かう需要というのが意外だったからです。西東京末端とはいえ、箱根ヶ崎とかは結構需要もありますからね。実際なんだかんだ言って、最近ですけれどもね、多摩都市モノレールがなんか、箱根ヶ崎までもしかしたら延伸するかもしれない、そういう話になっています。まあそんな感じでなんだかんだ言って、まあある種若干ですけどもね、需要があったかもしれません。その需要を拾うために、ある種今回紹介したこの中央線と快速列車の直通運用が始まったんですけどもね、それと同時に川越線や八高線サイトからも直通運用が始まりました。まあ厳密には川越線の直通運用はないですけどもね、まあ八高線の電車が終了されているのは基本的に川越線ですから、間接的になんか送り込まれてくる感じです。この中央線の快速直通と同時に、今回紹介するこの八高線の駒川から一応なんか、大目線の立川駅まで直通するという運用が誕生しました。この運用は1996年の電化の内野回線を合わせて新たに誕生しました。そしてこの運用にはなんと209系3000番台だったり、他には103系の3000番台、3500番台といった、まあなかなか面白い列車が走ってましたね。一応運用は共通運用なので、何が来るかは当日だと分かりません。まあ運用解析すれば分かるかもしれませんけどね。まあこういう感じだと209系や103系が直通運用を開始するというとんでもない光景が見えました。一番最近については、まあもちろんですけどね、色が違います。大目線はオレンジですが、八高線系統は緑色です。だからなんと、緑の一番最近が立川駅に入ってくるというちょっぴり不思議な光景が見えました。またこの光景ってある意味、なんか、とある左派の中間車、一番最近3000番台の4両編成中3本は元から八高線向けに使いました。ですがそのうち残りの1本については、なんと元々大目線の一番最近の造形車として付けました。そしたうちに、一番最近3000番台川越線仕様を4両編成するために結局戻ったという歴史があります。もともとこういう車実を言うと、仙石線時代は4両固定編成だったのを3両と1両に分けて、それぞれ運用再開したという感じで、72型だった仙石線時代とまた編成の雰囲気が戻るという感じでしたね。まあこういう感じで結局のところ八高線集約されましたが、こういう感じで戦わないって大目線で帰ってくる運用もあるという。ある種この運用って、ふるさと帰りな感じがしますよね。そして個人的に極めつきなのは2万9000だと思います。なんででしょうか。まあ一番簡単な理由としては、実は2番9系が定期運用を、まあ共通運用でありますけどね、持っていたという点でしょう。実は今現在も、中央線の2番9系がごくまれに、何らかのトラブル等の事情によって、ダイヤがおかしくなったり、どうしても車両の都合がつかない。こういった極めて珍しいケースの時に限って、2番9系1000番台が直通運転してきます。こういう感じで今こそ2番9系ってもう、極めて前しか入ってこないという印象がありますが、なんと大目線に昔ですけどもね、定期運用があったという事実です。さらに面白い点としては、なんと、大目線は立川まで行きます。そしてこの立川まで行くと、なんと早朝と深夜限定で、なんと2番9系が総武線の方からまで行きます。たまにですけどもね。まあそういう感じで、しかも南部線、南部線にも2番9系が走ってます。てな感じで、なんと、立川駅には、早朝深夜限定たまに来る総武線の2番9系と、まあ厳密には中央線直通してくる総武線の2番9系ですが、それに加えて、なんと南部線のたまに来る1編成か2編成しかない2番9系、そして、今回紹介しているこの、たまに2番機がやってくる2往復の八高線運用。
小高寺立川駅に出てくる中央線、南部線、大部線っていう JR の路線、3路線ですね。なんと3路線ともいずれもたまに DYQ がやってくるという、なんということか、珍しい DYQ 系チャンスというよくわかんない状態になりました。ちなみにこれは、なんか結果論として、間接的になんか時代をまたいだけなく、1998年から総武線の DYQ 系は運行開始しているので、本当に南部線、総武線、八高線からやってきた大部線の DYQ 系。八高線サイトの運用都合上、残念ながら3つの車両が同時に並ぶという光景は基本的にまあ、特殊な場合を除いてみませんが、それでも3つの方向から本当に直通チャンスがあったという事実は結構個人的には大きいと思います。こういう感じで結構面白い光景を見せてくれた八高線の DYQ 系直通用でしたが、まあ残念ながら、これ、すぐ終わっちゃったんですよ。なんと終わったのに1999年の12月大改正、要は1999年の秋の大改正ですね。残念ながらこれによって209系、大目線立川駅の運用というのがなくなりましたね。こういう感じで幕を閉じたわけですが、なんでこういうことが紹介について次は紹介しましょう。これは結構ある種予想外かもしれません。JR からしても。というのも、もともと大目線って利用者数がなんか、まあ立川よりは結構増えてたんです、意外と。もともと大目線は4両編成から10両編成まで結構いっぱい両数があって、まあ今でも、まあそういう両数が走ってる車ありますよ。まあそういう感じで4両編成から10両編成まで結構幅広く運行していますね。最近では10両編成の噂もちらほら。まあそういう感じで結構なんか運用も多種多彩でありますが、その一方で昼間の4両編成を行わせるのが結構問題になっていました。まあこれはある種内房線とか外房線の209系の4両編成の運用とかでも言えますが、まあ本当に4両編成で、まあ都内の西側とは言っても、立川や拝島といった区間というのは特にそうですけどね。やっぱり西側とはいえ結構人口がめちゃめちゃ多いですからね。やっぱり、すいません、間違えました。埼玉県ですね。埼玉県の、なんか、奥地ら辺とかに書いたら全然流出が多いです。なのに、4両編成というのはやっぱりちょっと短いですよね。もちろん、運用を組む際に、こういった4両編成の電車の運転価格を極端に短くする。例えば、青梅線は今では1時間あたりだいたい5本とかそういう感じです。昼間の場合。だから、この運用は6本目で、例えば、12分価格で普段は運転しているものを、この運用だけ3分価格らしては全然そんなに細かくありませんが、まあ、とはいえそうなってくると、今度はなんか、わざわざそこまでして続行運転する必要があるのかっていう疑問もあります。八高線からお店直通する運用というのは一応2往復あって、そのうち1往復は実は16時台を運用した。しかし16時台、皆さん考えてください。そう、帰宅時間、下校ラッシュ。西東京って高校あったり、あとは大学も多かったりするので、まあやっぱりこの通学ラッシュの帰宅時間に4両編成というのはある意味悪魔です。もちろん運行本数が多かったらいいかもしれませんが、まあとはいえやっぱりそれでも結構混雑が問題されてました。その結果として、まあやっぱり4両編成で運行するのはちょっとよろしくないな。そういう気持ちのもと、残念ながらこの4両編成の運用はちょっと普通に大目線には向いてないということで、4両編成の運用というのが結構削られました。6両も合わせて結構減りましたね。今ではかなり4両と6両の運用で立川まで行くというのは非常に少なくなっています。またそれに合わせてなんと大目線の線内完結運用等を含めて結構10両編成が増えることになりました。理由はいくつかあります。まずやはり中途半端に4両編成、6両編成を走らせるより10両編成できっちり統一した方が分かりやすい。他には、純粋輸送力増強という役割。さらに言ってしまうと、なんか中途半端に直通運用をちょこちょこ設定するより、きっちり分けて、その代わり、なんか両数を増やして輸送力を増強した上で運行すれば、結果的にはチャラにできるじゃん。しかもそっちの方が運行効率もいい。結果的にはそういう発想のもと、八高線と大部線を結ぶ2往復の運用は消えました。ただその一方で中央線との運用については消えませんでした。理由はやっぱりそもそもの話、東京に直通するというインパクトが強力。他には、八高線の最高達時間帯にはやっぱり中央線の車両を使った上でなんかダイヤを組んでしまったために、結果的にそれを外そうものなら中央線の直通用で分かった分を八高線で運行しなきゃいけません。でも残念ながらそれを分からんほどの八高線専用4両編成はなかったです。だから純粋東京方面直通については残りましたし、そもそもの話需要も結構あったので残しておく価値があったでしょう。でも今回紹介するこの運用って配置場から立川ってそこまで距離がありませんし、八高線って終点まで行けば八王子で中央線取り替えますからね。別に、拝島で乗り換えることもできますよ。拝島から中央線直通、東京に決まりますから。という感じで、この運用をよく考えてみると、結構中途半端だったんです。中央線で東京方面まで行こうと思うんだったら、別になんか、大部特快乗ればいいし、そのままなんか八王子まで行けば、八王子から大部特快ならぬ中央特快。こういう選択肢もあります。他には普通になんか、乗り換えをしようと思っても別にそこまで苦労はしません。京葉線と山手線、京浜東北線の乗り換え、かっこ東京駅のような、あの、長距離でめんどくさい乗り換えだったら話は変わりますが、まあそういうことも得意なので、今回の場合は冷静に考えてみれば、そこまでなんか無理やりここを直通運転する必要があったのか、そういう疑問がありますよね。まあこういうことからも実はこの運用というのは残念ながら消えました。そういう感じで結局のところ、八高線の2番休憩が大部線を定期運用で走るという光景は
残念ながら3年ぐらいで消えちゃいましたね。ちなみに残念ながら2020年現在も復活はしません。多分復活はしないと思います。今現在、欧米戦すら減便してますからね、一部間で。なおさら入る余地が今のところありませんから、なかなか、なんか厳しい状態でしょう。もし復活したらなんか E231系が今度は欧米戦を走らすというまたまた面白い光景が見えます。地味に209系更新者が定期運用入るって言っても結構個人的には面白いかもしれませんね。昔臨海戦直通で作った209系3100万台というのも、まああれももしかしたら運用に入るかもしれませんね。帰り復活してもあの車両生きてるかどうかわかりませんが、とはいえ復活したらこれはこれでまた面白そうです。というわけで今回のお話をまとめていきましょう。今回はたった3年ぐらいで消えてしまった驚きの八高線からやってくる立川駅の4両編成の運用について紹介しました。この運用は1日2往復だけで、青梅線の配置場から立川の間だけを直通運転するという非常になんか変わった運用でした。この運用に入ってきたのはなんと13系3000万台、3500万台、29系3000万台と、どれもなかなか面白いイベントです。13系3000万台、元青梅線造結用として、お引越しの列車についてはなんか、久しぶりにここに帰ってきたなという気持ちかもしれませんが、その一方で29系が、この青梅線に2往復だけですけれどもね、入ってくる可能性がありました。その結果としてなんと、立川駅に入ってくる3路線、中央線、青梅線、南部線、3つの路線に、なんと、低確率で29系が入ってくるという現象が生じました。いずれも低確率で入ってくるという点もなかなかすごい共通点ですが、なんとこういう感じで、いずれの路線から見てもレア車として使われる29系というのが誕生しました。まあとはいえこちらも残念ながら、この、欧米線29系の運用というのが、1999年に運用を終えてしまって残念ながら終わっちゃいました。そもそものとして、八高線の、なんか配置場から欧米直通という役割が、どういう役割を果たすのかっていうのが結構曖昧だった感じで、しかもなんか、東京方面抜けたら別に配置場だったり、八王子抜けは全然大丈夫。そういうこともあったために、結局のところなんかすごい中途半端な感じで終わりましたね。まあこういうことからか残念ながら今では、八高線の209系 E231系が、この大目線に入っている光景は見れません。まあ209系については奇跡的になんか、ごく稀に中央快速線がやってくるというパターンがありますが、まああれは基本的に稀ですので、考えることします。まあそういう感じで結局のところなんか、こういう感じでたった数年で消えた幻の立川駅の209系ですが、最後に写真を見せましょう。なんとこんな感じで一応証拠写真も見つけました。209系にも実はこういう枠あったですね。ちなみに、なんだかんだ言って、たまーになんかこういう枠見せるという機会がなんか、暇つぶしだったり、209系の気まぐれであるらしいですが、残念ながら今だっては、この209系自体ももうなんか、さりげなく八高線から消えちゃいました。残るは臨海線側のみ、さあどうなんでしょうね。ちなみにこの動画を作ったきっかけというのは、とあるコメントを見て、立川駅の運用が昔あったということを知ったからです。教えてくれた人、ありがとうございました。というわけで今回は、これでお会いしましょう。私のチャンネルでは、こういったたまーになんか、視聴者のコメントも参考にしながら、いろいろネタを探していきます。興味があったらぜひチャンネル登録してくれたり、またコメントを書いてくれると嬉しいですね。あ、ちなみにコメントを書いたらぜひ、クリーミーという単語をつけてコメントを書いてくれると嬉しいです。というわけで今回はこれでお会いしましょう。バイバーイ。